横浜市長の林です。今日は大阪から嬉しいニュースがあります。コロナ感染で日本中が困っている最中に大阪維新が大活躍です。大阪維新の諸太がマスクを買いだめしてネットで転売しているんです。高いマスクを買いたい人は大阪維新の諸太から買ってあげてね。大阪維新は大阪に賭場、つまりギャンブルを作ると言ってるけど、維新がやることは嘘、デタラメでーす。横浜の賭場ではマスクの転売はしません。横浜市長の林でーす。今日は大阪から嬉しいニュースがあります。コロナ感染で日本中が困っている最中に大阪維新が大活躍でーす。大阪維新の諸太がマスクを買いだめしてネットで転売しているんです。高いマスクを買いたい人は大阪維新の諸太から買ってあげてね。大阪維新は大阪に賭場、つまりギャンブルを作ると言ってるけど、維新がやることは嘘、デタラメでーす。横浜の賭場ではマスクの転売はしません。横浜市長の林でーす。今日は大阪から嬉しいニュースがあります。コロナ感染で日本中が困っている最中に大阪維新が大活躍です。